はい、今回グラフィックの大きな、調整の方向性としては、ゲームプレイとアートスタイルのバランスを、見極めてきっちりと調整を行うということを、意識し調整を行いました。これ左側が、前回フェーズ1とフェーズ2の映像で、右側が、フェーズ3、調整した映像となっています。調整前の映像に関しては割と、アートスタイルを強調しようとして、画面全体にそのブラッシュバックフィルターっていうのをかけていて、どこを見ても結構ぼやけている状態に見えてしまってたと、けどその分、絵画調っていうのは、分かるような状態にはなってたというところなんですけど、分かりにくかったと。ところで右側のような、絵のタッチ、エッジ度を際立たせて、よりぼやけてた部分がはっきりと見えるような調整を行いました。ですが、フィルターのそうですね、ブラッシュアップフィルターっていうのは、やっぱり絵画調のフィルターっていうところで、その違いがはっきり出るように、円形の方は、筆のタッチがしっかりと残っているようなところだったり、こういう自然物とかですね、木とか、岩とかに関してもシルエットとかがしっかり残って、さらにその中にタッチが、入るというような調整を行っています。はい、静止画の方もこれ前回の方ですね、用意してます。見ていただければ割とその点、屋根だったり空だったり、あとは床とかですね、プレイヤー自身も割とぼやけて、細かなディティールが潰れている状態になっていると思います。調整した映像あるので、ちょっと次お願いしていいですか。はい、これが調整した映像で、割と、はっきりとシャープな感じになっていると思います。屋根とか床とかプレイヤー自身も細かなディティールが出ているんですけど、遠くの空の方には筆のタッチが残り、絵画の雰囲気っていうのはしっかりと入っているかなと思います。これ元に戻してもらいましょうよ。はい、元に戻してください。もう一回戻ります。もう一回これで分かったんです。はい、でもあれですよね、やっぱ世界観、そのブラッシュワークっていうのをちゃんとやっぱりしっかりこのバビロンズホールでやりたいという表現をやってはいたんですけど、そのなんか程度問題というか、今回その修正したこと、回収したことによって結構キュッとやっぱ締まった印象が、良さも残しつついい感じの落としどころになったなっていうのを見てって思ったので、はい、特に今まで CBT 参加していただいた方はより強く今回 CBT3 で違いに気が付いてもらえるんじゃないかなっていう。はい、これさっき見ていただいた映像も自然地形の方もあるのでご覧ください。はい、これが、調整前で、次調整後、もう一回調整前で調整後という感じになってます。やっぱり違いますよね、いい感じです。木が割と、木とか草が大きく違う感じに見えるかなと思います。はい、グラフィックはそんなところですね。はい、ありがとうございます。プレイヤーの基本の、情報からちょっと喋っていければと思います。プレイヤーに関しては、ギデオンコフィンっていうのを背中につけられて、人間以上の力を発揮する、センチネルっていう戦士になってます。4武器を、4つの武器を装備して戦うことができるので、今背中の方に並んでいる、それらの武器が、プレイヤーが使える武器となってます。プレイヤーの基本行動としては、ライトアタック、スピード重視の攻撃のライトアタックというのがあり、これに関しては割と素早く、テキパキと動けるような、攻撃となっています。で、次はヘビーアタックですね。攻撃力重視の攻撃で、一撃は重いけど隙が大きいですよという攻撃があります。続いてはギデオンアームズですね。プレイヤーの、行動には左右されない攻撃手段のなんですけど、プレイヤーが、例えば攻撃していても、このギデオンアームズで攻撃することが可能ですよというところです。これを、2つ持っていて、それぞれ違う武器を、装備することが可能になっています。強力な攻撃手段ではあるんですけど、エネルギーを消費するというところで使い方を考えないといけない武器という形になっています。これらをいろいろ、違う武器を装備することができるので、組み合わせて自分の戦闘スタイルっていうのを、作っていくのが、このゲームの基本となってきます。武器アクションの調整として、ソードです。
ソードに関して、まあ、ソードの特徴は、まあ、素早く連続で攻撃が繰り出せるというところがベースになっているので、まあ、それをしっかりとできるような調整を行いました。アニメーションの速度自体は前回とあまり変わってないんですけど、まあ、ライトアタック、ヘビーアタックともに、まあ、次の攻撃につながるタイミングっていうのを、まあ、大きく変更したので、まあ、レスポンスの向上、手触り感はかなり良くなっていると思います。あと他の武器にも共通するところではあるんですけど、攻撃中の回避動作ですね、このあたりの受け付けをかなり、改善しています。まあ、これまでの、プラチナギブスのゲームに近い、いつでも回避できるっていうような、操作感にしてあるので、攻撃の最中、まあ、敵から、攻撃が来て危ないって思ったら、受けられる、まあ、自分の、まあ、感情と操作が、まあ、ぴったり合うような、調整を行ってます。で、そうですね、あとは各武器を特徴付けるような、仕組みっていうのも入れてあります。まあ、ソードに関しては、まあ、素早く攻撃を連続で行うというところではあるので、ずっと攻撃をしていけば、パワーアップしていくような仕組みを入れています。今、プレイヤーの下から上にエフェクトが、上がってたと思うんですけど、ある程度連続で攻撃をしていくことによって、プレイヤーがパワーアップしていきます。まあ、連続で攻撃していくとプレイヤーの速度が上がって、さらにコンボを叩き込みやすくなるというところですね。なので、全てのアクションで、叩き込んでいくと、まあ、さらに速くなっていきます。まあ全これ基本的に3段階用意していて、まあ1段階目でちょっとスピードアップ、2段階目でさらにスピードアップで、さらに3段階目でスピードアップというような状態で、戦えるようになってます。なので、まあ、集団戦で、まあ、攻撃を切らさずに次の敵に、攻撃を加えるというのが割と重要な武器というところですね。まあ、こういうふうに攻撃が途切れてしまうとまた一からになってしまうので、まあ、どういうふうに攻撃をしていこうかというのをきちんと考えながら、攻撃をしていかないと、まあ、パワーアップは続かないというところになります。なのでギデオンアームズをしっかりと当てていく、攻撃の合間に、こいつに当てようっていうのを意識しないといけない状態になってます。はい。であと、ソードのちょっとテクニック的なところの解説なんですけど、ソードに関しては複数体、このギデオンアームズを使って、攻撃をすることが可能です。まあ、例えばこの今1匹攻撃した後、真ん中のもう一体を違うギデオンアームズで攻撃しつつ、さらにプレイヤーは違う敵を攻撃するっていうようなことができるようになってます。でこれをすることによってプレイヤーのパワーアップ、まあスピードアップっていうのが、さらに促されるような、まあ、仕組みっていうのも少し入れてありますので、こういうことをしていくと、まあ、いいですよというような状態ですね。まあ、フリーで戦うときにはこういうふうに、違う敵を攻撃しながらプレイヤーは自由に動き回って、さらに、違う敵を攻撃していくっていうことができます。はい。続きましてハンマーですね。ハンマーに関して基本的な動作の、調整としては、まあ、ハンマーの重さを、損なわないように、注意をしながら、まあ、ライトアタック、ヘビーアタックの、操作性っていうのと、レスポンスの、修正を行いました。結構重さも残ってるんですけど、しっかり と、手触り感も、良いものになったかなと思ってます。あとは、どの武器でも、回避性能を上げているので、ヘビーアタックをした後に、まあ、隙を回避で埋めていくというようなことも可能にはなってます。で、回避に関してはちょっとエネルギーを使ってしまうので、まあ、隙をそのまま残すか、回避で、まあ、次の攻撃に備えるかということも可能です。次は、チャージに関してなんですけど、チャージについてはライトアタック、ヘビアタックでも、これまで動くことができなかったんですけど、チャージをした状態でも回避で、位置調整ができるように調整をしてあります。まあ、これによってちょっと、溜める場所が、チャージする場所が遠かったなと思ったら近づいて攻撃をするということが可能になってます。あとチャージ、ゴーストアタックのチャージも、少しだけ調整をしてあります。ゴーストアタック、ゴーストアタックのチャージに関しては、プレイヤー自身が、
これを行うと、まあ、走れないでもう 歩いてしまうというような、調整にしてあります。これまではずっと走れてる、まあ、結構軽やかな状態だったんですけど、きっちり と、まあ、重い武器というところを認識させるために、歩けるような状態にしてあります。プラスアルファで、敵のヘイトを集めるウォークライっていう技を、ちょっと追加しました。これに関しては、ヘビーアタックでチャージをしながら、ストリングアクションの、アクションボタンを押すことで、ウォークライを出すことができるようになっています。ウォークライは周辺の敵のヘイトを自分に向けさせるというところがメインになっていて、まあチャージの段階によって、敵士が向く量というのが変わってきます。あと次に、ちょっと新機能としてチャージ中に攻撃を食らうと自身の攻撃力がアップするっていうような、調整を入れてあります。なので、チャージ中も攻撃を食らっても、無駄にはならないような状態です。割と隙が大きいんですけど、まあ、なのでここで回避するか、きっちりと攻撃力を高めるかというところを選択できます。でこれは、ゴーストアタックの方にも、まあ、適用されるのできっちりとこう攻撃を食らった後、まあ、相手に対してリベンジすることが可能ですよというような状態です。ちょっと今本体側を外しましたけど、ゴーストアタックは渡ってます。なので、まあ、棒くらいで敵士を集めて敵士を集めた状態で、まあ、ダメージをチャージ中でダメージを、食らいつつパワーアップをして、まあ、それを敵にぶつけていくというのが基本的な戦い方になります。割と、まあ、タンクに近いイメージで、調整を行ってますね。でチャージ中に関しては、少しだけ、まあ、防御力もちょっと上がるような調整をしてあるので、まあ、ただそのまま生で食らうという状態にはなってないです。はい、続きまして、棒ですね。棒に関して、まあ、細かな調整にはなってくるんですけど、基本的な動きの調整は行ってないです。まあ、新たな新機能の調整を入れました。コンボフィニッシュを行うことによって、棒を放つスピードですね。コンボを放つスピードっていうのが変わってきます。今エフェクトが出たんですけど、あれがパワーアップしている状態ですね。これも全部で3段階あって、まあ、コンボフィニッシュを決めれば決めるほど、攻撃のサイクルが速くなるというところです。で、次にチャージの役割をちょっとだけ変えてます。でチャージに関しては、フェーズ1、2では矢のチャージの段階によって矢の本数が増えてたんですけど、今回については矢の威力が上がるというような調整にしてあります。で矢の本数については、コンボを何段階行ったかというところが、矢の本数が増えるというところなので、コンボをある程度高い状態でチャージを行う と、高い威力の矢を複数放つことが可能になっています。こんな感じですね。でこれは、ギデンアームズ側の、攻撃も同様で、コンボを何度かした後、まあ、チャージをしたら、強い、攻撃が出ますよというような状態になってます。であとは、チャージの短縮っていうのも、できるようにしてあります。これは回避を使うことによって、チャージの短縮っていうのができるようになっているんですけど、チャージ全部で2段階3段階あるんですが、まあ、1回チャージ、回避を行うとチャージが1段階上がります。なので2回チャージを行うとさらにチャージの段階が上がるので、まあ、回避をするかそのまま時間で待つかというところを選択肢の一つとして、まあ、調整の項目として入れてあります。これギデオンアームズ側も、同じ、調整が入れてあるので、まあ、コンボフィニッシュを行って自分のサイクルを上げつつコンボの何段階かで、チャージを行って、攻撃力の高い弓矢を、複数放ちましょうというところが、この棒の調整項目となります。まあ、単純に打つだけでは、DPS が上がっていかないような調整を、行ってます。はい、続いてロットですね。ロットは結構大きく変わってます。フェーズ1、2では、
ライトアタック、ヘビーアタックの、攻撃、その両方で、エネルギーを消費してしまうというところだったんですけど、フェーズ3の調整として、他の武器と同様に、ライトアタック、ヘビーアタックの攻撃を当てると、そのエネルギーの回復っていうところの使用に合わせていきました。で、ライトアタックのチャージ、これ画面見えてるのライトアタックのチャージなんですけど、これはエネルギー回復の、チャージなんですけど、これは前回から変わってません。全部で3段階ある状態で、エネルギーを、じっとしている状態ですけど、攻撃してないけど回復できるというような仕様になってます。で、ヘビーアタックのチャージの方については、前回は大きな弾が出てたんですけど、今回については、通常放っている弾を複数放つというような、形に変えてあります。チャージの段階によって、打つ弾の数が変わります。これによって、ダメージだったりとか、MP 回復のエネルギー回復の量というのが、変わってきますので、しっかりとエネルギー回復をして、ギデラムズの攻撃を繰り出しましょうというところですね。で、ギデラムズの攻撃に関しては通常の弾なんですけど、これもチャージをすることができます。チャージをすることで威力を上げることができて、最大まで、チャージをした時には、かなり攻撃力の弾を、放つことができますと同時に、今プレイヤーの周りにフィールドが発生したんですけど、これはあの、今放っている弾の、威力を上げるためのフィールドです。これに関してはあのプレイヤーが外に出るとこのフィールド消えちゃうんで、きっちりとあのフィールドの中で、戦わないといけないですよ。なので、ロッド使いに関しては決められたフィールド内で威力を発揮するというような、調整を行ってます。なので、あとはこのフィールドに関してはあの一定時間で消えてしまうので貼り直しっていうのが必要になるので、エネルギーを、使って、攻撃をし、フィールドの維持をしつつ、自分自身の、エネルギーも回復しないといけないのでスピードアタックのチャージで回復するか、ヘビーアタックの、行動で、回避をしないと、攻撃をしないと、エネルギー回復ができませんよというところです。敵に関してはじっとしている状態ではないんで必ず移動が必要になってくるというところではあるので、移動するとやはり一からやり直しというところがあるので、ここら辺はパーティープレイで、誰かがにヘイトを、しっかり取ってもらって、ロッドの人は、その隙を狙って攻撃をしに行くというところになります。ロッドについては一番攻撃力が高いので、このあたり、プレイヤーの状態、それ以外の仲間の状態を見ながら攻撃を繰り出すのが、大事な調整を行っています。続いて、シールドです。シールドは一番ちょっと大きく変わった、武器ですね。あと他の武器と組み合わせることが前提の調整っていうのを行ってます。まずはガードなんですけど、フェーズ3はちょっとまだいろいろな攻撃を食らってしまうかもしれないんですけど、ある程度、どのような攻撃も防ぐような、ことができます。ガードに関してはそのような調整を入れていきます。であとガードをしたら次の、攻撃の威力が上がるっていうような、調整も入れてあります。これ後で見れます。今あとこれ盾を叩いてる挑発行動なんですけど、ハンマーのウォークライト同様に、盾もヘイトを集めることができます。ウォークライト違ってハンマーと違って、段階がないんで、何度か、やらないといけないというのが必要になってきます。で、次はパリーですね。パリーに関してはこれまで、この行動自体に攻撃判定っていうのはなかったんですけど、攻撃判定入れて、これだけでも敵を倒せる状態にはしてありますけど、そこまで連続で出せるわけではないので、しっかりと狙っていかないといけないと、これだけではなかなか難しいです。でパリーの基本的な使い方としては敵の攻撃を弾くというところがベースになるので、それをしっかり使っていきましょうというところですね。スピードアタックの方でしっかりとガードをして、
攻撃の威力を上げてパリでそれを返すというのが基本的な流れになると思います。まあ、けど盾だけではやはりちょっと攻撃ソースが足りないところがあるので、まあ、これは他の武器とある程度組み合わせが基本となってます。で、あとはギレモアームズ側で使用すると、まあ、広範囲のフィールドのようなものが貼れるようになってます。で、これについてはエネルギーを使用するところもあるので、まあ、雑魚程度の攻撃であれば、弾き返せるというようなところの調整にしてあります。これについては、まあ、張っている状態だと常にエネルギーを使ってしまうというところがあるので、まあ、ずっと張れる状態ではないです。まあ、ちょっとこれ今デバッグで、エネルギー無限というような状態を入れているので、まあ、特別な状態と考えてください。であとギレオンアームズについては2つ、装備することができるので、まあ、それについても少しだけ、意味を持たせてあります。2つ張ることによって、まあ、敵のこの弾を跳ね返すことができるような仕様を入れてあります。今これちょっと1枚で跳ね返せなくて、まあ、2枚ですると本当跳ね返せますよというところで、なので遠距離の敵に関してはこう2つ持っていると有利になりますよというような調整ですね。まあ、これも今ずっと張ってるんですけど、エネルギーを使用するので、まあ、無限に張ることはちょっとできないような状態です。あとこれさらに盾を3つ持ってった時にどうなるかっていうのも一応入れてあります。ギデオンアームズ側で2つ盾を構えた状態でさらに本体がガードをするとこれちょっと今分かりにくいんですけど、敵が攻撃を行ってきた攻撃をちょっと跳ね返すような、まあ、ダメージを逆に与えるような機能を入れてあります。はい、でじゃあパリーはどないやねんというところでパリーについても、新たな仕様を入れてあって、ギレオンアームズを2つ張った上にパリーをすると、まあ、これ雑魚でなんですけど、まあ、中ボスだったり大きなボスっていうのを、まずはスタンダードモードですね。これは基本のアクションモードで割と癖なく、まあ、つながる、まあ、コンボがつながりやすい攻撃となってます。まあ、エネルギー消費も少なくて、まあ、回復もしやすいまあ、スタイルですね。まあ、一番最初がこのスタイルのになってます。で、次にストロングモードで、これに関しては結構振りが重くて、攻撃力が重視されている、モードになります。まあ、ギデオンアームズへの攻撃についても、エネルギーの消費は激しいんですけど、まあ、攻撃力になってます。あとはチャージの段階が1段階増えるっていう付与効果もあったりします。あと次テクニカルモードで、これが多分一番分かりにくいやつなんですけどコンボルートが、いくつか設定されていて、そのコンボルート、まあ、正解のコンボルートを、行った時に、まあ、コンボフィニッシュを行うとこういうふうにちょっとフラッシュします。フラッシュした瞬間に、ギデオンアームズありがとうございました。